はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。こんばんは。いえ、疲れた。黒マスクや、いっぱいになって帰って、嘘、お家帰ってきて今ペペってご飯食べて今日はね長かった。明日も長いんです。なあ、私稽古場にいたらね、あんまご飯食べないんですけど、そう、眠たくなっちゃったり、なんかあんま食べる気分にならないから、あんまこう舞台の稽古中って、帰ってきてからは食べんねんけど、稽古中とかあんま食べへんねんか、だからいつもめっちゃ痩せんねんけどさ、今日もさ朝に稽古場ついてリンゴ5切れ食べた の、 あのコンビニとかで売ってるやん、リンゴ5切れ食べて、夕方ごろにピラフのおにぎり1個食べて、今日それだけしか食べてなかったの。すごくない？10時間半それしか食べてなかったの。で今はお家帰ってきてご飯とお肉のお弁当を食べてお腹がいっぱいで苦しいです。水分はちゃんと取ってるって、そう、水分はね取ってるんだ。1リットルのね水のペットボトル持ってってるの。倒れるよって、倒れないんです。そう、なんかいっぱいだから今、そう、疲れた。明日もね朝早いんで、一日長いんで、ちょっと今日は見るために終わります。本当にお疲れ様でありがとう。稽古も活況って、あと1週間しかないからね。なんかすごい、なんか初めての感覚です、いろいろ今回。してなさそう、実感っていうか、なんか まだこの舞台の作品が出来上がることが想像ついてないんです、まだ。なんかそもそも、そう、
なんか本当に1週間後本番ってほんまにっていう、なんか実感っていうか想像がつかないんですよね。なんかこれのこの舞台の完成形が、そう、ポケと芝居どっちが大変って、どっちも大変。なんか今までの舞台とは全然違うから、そう、初めてって感じ。あら、どうしとやらもまだなって、まだまだま、え、全然まだまだだと思う。あら、どうしするの、あら、どうしするのかなそらするやろうけど、そう、あれ1週間前も、もうあれクロマスク本物だってごめんね、しかもめっちゃでかいね、このクロマスク。いつもショールームするためにさ、メイクとかするんだけど、今日はもう無理だと思って、そう、マスクに頼っちゃった。ちょっと1週間ちょいか、でも稽古とかの日数で言えばもう1週間しかないから、あれバッティングしてるぞこれ。あれ、あれお仕事と結構かぶってました。あれ、かぶってるね、いけないね。え、ショールーム終わったらすぐ電話するわ。15分で終わろう。ラーメンとかぶって、え、ラーメンはまだまだだろ、ラーメン27日やから明日じゃない違うお仕事とかぶってる。あ、明日やった。気づいて偉いの、偉いやろ。大体あ、このね、仕事がかぶってるの大体大西が気づくね、いつも。いつも大西が言う。あらら。あ、なんだこれ。あ、メール来てるわ。変更になってるわ、単純に。さっきやけどさっき来てったわん？あれ？ああ、なるほどね。これ時間変更って来てたけど、それも無理で、もう一回時間変更できてるわ結局ね、まあ明日じゃあ夜はできないから、ショールーム帰ってこれないよこの時間帯。朝だな、じゃあ。朝やだんだけどな明
さってさテンション上がらないじゃん。ねえ、さってテンション上がらないよね。どう？やば、明日一日めっちゃ長いやん。もう家に帰ってくるのな、じんおいしい。ちょっと調べさせてね。トン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 、明日は25日水曜日、平日。なので、ショールームしようと思ったら、7時半とかに起きて間に合うかな。朝起きるの苦手なんです。5時半じゃないのか、5時でお願いします。そうなると大西の睡眠時間だって、今からお風呂入るでしょ、他に違うのよ、覚えなあかんのよ。え、だって今からこれ覚えるでしょ、明日のやつ、明日のお仕事の方のやつ今から覚えるでしょ。で、だって稽古、明日の稽古の部分もでしょ。ってなったら今日大西が寝るのは今11時半でしょ。2時までに寝れたらいい方でしょ。ほら5時なんかほら3時間しか寝れへんやん、やだよ。やだよ。今日リアタの日やで、やって、え、ねえ、もしかして今日大逆襲。いや、なんで今日文句言ってんの、放送日に対して。マジか、じゃあ見ようの。まあ覚えながら見れるか。から、まあでも結局寝るの2時ぐらいになると思うから、覚えてたり勉強したりするから。まあとりあえず5時半の配信はせえへんっていうだけで、で明日7時半ぐらいに起きて、15分できたら、いいかしらね。ね。はあ、早いね。1週間が早い。今日何？大学習。あ、今日楽屋なんや。
変更出るの、もし出ない。大学習全然出てない痛いね出たいけど、もし見る専門かもしれないわよし、あ、テラプテさんね、ありがとう。で、ちょっとまあ早お風呂入ってって言いたいけども、でも結局寝れへんやったらね、まああれやけど。じゃあ1時半やったよな、1時35分やったっけな。あれ1時35分から大逆襲、時間変更やで、1時分遅くなったでも5分だけか、いつも35分やんな、だって5分しか変わらんやん。ぴょーん、うん、すごい頑張ってる大西最近。いやでもまだ頑張りが足りないんです。あっ、よっしゃ終わるわ。じゃあランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がコアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がキアイティティさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がカワットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がツバスターさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がウエちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がとち太郎さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がマメアットマークドーミンさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がリッピッピーさん、ありがとうございました、イエイ。ということで、じゃあ明日7時多分半からはせへんと思うけど、7時半からどっかのタイミングでするわ明日メイクとかせんでいい。明日もマスクでするかもじゃ終わるわ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバーイ、おやすみなさい。この後大逆襲、ぜひ一緒にリアタイできる方はしましょうね。バイバーイ。お、あ、これ切れない。